かさ、美容院行った時にさ、みんな手どうしてる？手どうしてる？なんかさ、私、緊張しいなんですよ。なんかさ、特に今、高橋行く、島に通っております。東京に住んで、東京にしかないんかな、島って。なんか、私東京に初めて来た時に、やっぱりさ、おしゃれな美容院に行ってやろうと思って、滋賀県には、私カットへ、カット、1000円カットに行ってたんですよ。1000円カットではまた味わえない気分を味わってやろうと思って東京に行った時に、もうそこに行った時に初めて私は島という店に足を踏み入れました。島という店は、貴重、非常に非常におしゃれな街なんです。いや、本当に、おしゃれな街にしかない、まあ、東京ってどこもおしゃれだけどさ、なんか、原宿とか表参道とかそこら辺に行ってるんですけど、もう店員さんもみんなおしゃれで、なんか、露出面積めっちゃ多くないですか？大丈夫ですか？みたいな感じの、めちゃくちゃセクシーなね、ファッションされてる人が多いんですけど、いや、めちゃくちゃおしゃれなお姉さんとかばっかりで、いや、最初行った時は本当に緊張して、超ビビって行ったんですけど、なんか、久しぶりに、初めて東京行った時に行った店舗の、まあ、原宿なんですけど、店舗に、まあ、そこを辞めて最近はいろんな島の店舗通ってたりとか、まあ、いろんなお世話になっている方の、なんかとこ行ってみたりとか、いろいろ回ってたんですけど、ちょっと久しぶりに行ってみようと思って、最近インスタのおすすめに出て行ってから、行ってみようと思って、行ったらさ、なんか若返ったって言われて、なんか、当時、中学生、嘘ついた。高校生かな、中学生の時も行ってたか、レッスンの、合間とかに行ってたんですよ。なかなかさ、東京に来る機会ないから。でもおしゃれなカットしてほしいなと思って行ってたんですけど、当時多分緊張してて、そうなんですね。面白いって感じで喋って、超猫を被ってるところが、まあ、あれが素だったんだけど、あんな感じだったんだってことを思い出して、うわぁ、ほんと変わったなって思うんですけど、まあ、その頃から変わらず手の置き場所、まあ、だいぶ手の置き場所慣れてきたんですけど、なんか最初はさ、その島は、どうだろうな、島はね、携帯見ないスタイルの店なんですよ。結構さ、携帯を見てどうぞって感じのさ、腕出せるスタイルのとこもあるじゃないですか。確か島ってね、手出せないスタイルのケープなんですよ。そこでまず生まれますよね。手出せるスタイルか出せないスタイルか。で、携帯出せるスタイルの店に行ってたこともあって、そうするとさ、携帯ケースのこの隙間に毛が入るんじゃん。これが本当に大変で、いや本当に終わった時にさ、もう携帯のケースの間にいっぱい毛が入っちゃうんで、それが悩みだったんですよね、終わった後に。だから美容院に行く時はもう携帯裸にしようとかも心がけてたりとか、もう終わった後にね、どうしても絶対に顔に毛つくんですよね。でマスクの間とかに入ってすごく痒かったりするし、一生懸命だからさ、コットンみたいなのくれるんですよ。でコットンで取ろうとする時は取れないんですよ、あれ。だからもう諦めたじゃあ帰って行くんですけど、そう、手のありかね、スマホ触るだけはさ、スマホ触りますけども、このあそこに洗って回った時ね、洗って回ってさ、横やりさ、この謎のこのそのかしこまってこの手を重ねるスタイルにするのか、手横にしてこうやって倒れてたらさ、超なんかさ、不格好じゃないですか。いや、その悩み方ね、その皆さん手どうしてるかぜひ教えてください。それでは今週も始めます。ヒカルがお届けしているハイウェイランウェイ、今回10代の私がお届けする最後のハイランになっちゃうんです。私10代ラストなんですよ。もう2020ですよ。もうやばくないですか。私22、9月の22でお誕生日で20になるんですけど、そこで今日は10代の私の毎日を彩ってくれた音楽をお届けしていきます。まずはこの曲から、この曲はですね、私がねカラオケでめちゃくちゃ歌っていた曲です。ぜひお聴きください。ジリエットでもっともっと君を教えてよ。初めて話をしてさ、どれくらいだったのかな、忘れられない恋して前を向けない、同じ匂いの人とか一緒に降りた駅のホーム、通り過ぎてくたびに急に私だけがまた立ち止まってた。どこに行っても似た人をなぜか探しちゃうし、
めっちゃ良くないですか。抱きしめてよ。やばいよね、お菓子さ。私小学生の時とかにさ聞いてたんですけど、ジュリエットさんの曲で結構片思いソングとか失恋ソングとかそういうね曲が多いんですよ。で当時さ小学生の私理解できるわけないじゃないですか。でも一生懸命理解しようとしてカラオケでなぜかめっちゃ歌ってたんですけど、これささっき話したんだけど、このジュリエットさんの曲ってあのカラオケさ本人 VTR なんですよ。あの当時本人映像ってあんまなかったと思うんですよ。だから本人映像ってついてるとめちゃくちゃレアだなと思うし、でも本人映像ついてるからこそカラオケでも感情移入しやすいというか、だからジュリエットさんの曲は私カラオケ結構点数高いです。皆さんもぜひちょっとこれジュリエットさんの曲たくさん、ね、失恋した時もまあ失恋してなくても恋しててもいろいろ聞いてみてほしいです。お届けしたのはジュリエットでもっともっと君に教えてよでした。高橋ひかるハイウェイランウェイ。10代最後の放送ということで、私の10代彩ってくれた音楽をお届けしていきます。続いてお届けするのはリサでロッシングフィールド。認めてた臆病な過去わからないままに、怖がってた後ろの自分が現実を今に
いやこの曲はですね、ソードアートオンライン私大好きすぎて、なんかアニメのさ、オープニングってついついもう先が見たすぎてさ、スキップボタンっていうのが最近あるじゃないですか、ネットフリックスが。で押しちゃうこともあるんですけど、このね曲が好きすぎてもう最後まで聴いちゃうし見ちゃうというか、まあ、オープニングまあどのアニメも好きなんですけどね。でもうなんかリサさんの曲ってなんでこのさ聴いてる人を全員主人公にしてくれるんですかね。なんかもう私が主人公だって感じじゃないんだけど、なんかその世界観にすっごく引っ張っていかれちゃうというか、もう入っちゃうというか、いやもう本当にね、リサさんの曲はどれも好きなんですけど、この曲は特にもうハマりすぎてもうずーっと聴いてましたね。久しぶりに聴いて、まあ、改めて聴きたいなって思いました。ソードアートオンラインも面白いので、シリーズもたくさんあるので、ぜひ小説もあるので皆さんぜひ聴いてください。では選曲に戻りましょう。私高橋ひかるの10代を彩ってくれた音楽、続いてお届けするのはこの曲、ソナーポケットで365日のラブストーリー。秋も冬も二人の思い出作ろう、いつも喜怒哀
はですね、なんか私が小学生ぐらいかなに聞いてたんですけど、小学生も中学年ぐらいかな、マセコだったんで恋愛ソングばっかり聞いてたんですよね。だからあのお姉ちゃんが聞いてる曲を基本的に聞いていたので、だからその車にお姉ちゃんが伝えとかでさ借りていく曲とかを、まあ、それを聞いたりとかするんですよ。だからお姉ちゃんがで車に CD 入れたら車が勝手に曲覚えてくれる、あれも今あんのかな、なんかあれってすっごいその CD が主流だった時だからこそって感じですよね。夏いな。いやこの曲もお姉ちゃん、まあ、だからそのさっきさ流したさ恋愛ジュリエットさんも、だって私が多分あれ小学生、もうちょっと、まあ、小学生、まあ、小学生期間かな、ずっともうジュリエットさんの曲聞いてたけど、だって失恋ソングとかもさ、まあ、普通に聞くような感じじゃないじゃないですか、小学生が。けどまあお姉ちゃんが聞いてるからっていうのでめちゃくちゃハマってたんですけど、だから本当にお姉ちゃんなんですよね、私中学生ぐらいまでは。お姉ちゃんがハマってて、それこそももクロさんも、あの映画オート歌声で、あのその最初の方の曲とかも、あと ATB さんとかもお姉ちゃんがハマってるから私もハマってみたいな、モーニング娘さんもハマってみたいな感じとか、マジでお姉ちゃんの好みで私は構成されていたなって、まあ、姉妹あるある兄弟あるあるだと思うんですけど、でも自分でね曲を聴くようにとか選ぶようになったのは、もうそれこそ中学生になった頃はまだ本当に周りの影響ばっかり受けてたんだよね。だってそのビッグバン好きな人がビッグバン好きで、でビッグバンそんなに私その当時は興味なかったんだけど、ビッグバンめっちゃ聞いて、あのビッグバンのさ写真とかめっちゃ入れてさ、かっこよくないとか入れて送ったりとかした時もあったなって、全然その人と付き合わなかったけどさで、あのまさかのさ、この人と付き合うのみたいな人と付き合って、なんかそこくっつくと思わんかったわみたいな感じとかくっついて、すっごい衝撃だった思い出があるんですけど、もうほんと周りもびっくりしてたって、いやそういうこともあったなとか、おそう記憶とさ本当にリンクしてるなって音楽って思うし、なんかその特に美少女コンテストとか受けた時にその審査で歌った曲とか聞くとめちゃくちゃ思い出すし、ダンススクール通ってる人とか習い事してるとか、あとピアノ弾いてる人とか分かると思うんだけどさ、そのダンスやってる人はそのダンスで踊った曲聞くと鳥肌立つんですよ。体勝手に動くか鳥肌立つかどっちかいやマジでもう聞きすぎて、もう練習しすぎて、もう聞きたくない、もう聞きたくないってなっちゃうんですよ。だから私アリアナグランデさんの曲めっちゃ踊ってたから、アリアナグランデさんの曲聞くと好きなのにうわーってなっちゃうことがあったけど、いやでもそれぐらいさ音楽との記憶ってもう一致してるからね、それたくさん音楽聴いてほしいなって思うんですけど、でちゃんと選ぶようになったのは本当高校生になってからかな。それまでは本当にもうおすすめされて聴くことが多かったし、まあ中学生、まあ3年生ぐらいかな、まあ早かったとしても。だけど、いやそうなってからの方が本当に音楽聴いてて楽しいなって思うし、その頃、中学生の頃はまだ歌詞とかも全然、マイブーとかもさ、清水さんの、ちょっとさんもね、あの恋愛とか全くしなかったからさ、曲聴いても、なんか、ハッピーって感じだったからさ、全然歌詞も聴いてなかったけど、今聴くとさ、あ、すごい深い歌詞だったんだなってことをさ、まあ、だんだん年を重ねることに分かってくることもあるから、いいなって、この自分で好きな曲をね探すっていうのもより愛着が湧いてね、たくさん聴くことになると思うので、まあ、CD とかも改めて買いたいなって思いましたね。なんか今回選曲しててなんか懐かしいなって思って、この頃ってすっごい一曲一曲大事に聴いてたなと思って、今って本当にさ TikTok で使われてるのをたまに聴いてみたいな感じで、まあ、そこから気になって聴くこともありますけど、フルでなんかそのなんていうか消化されやすいというか、まあ、流れやすいというか、まあ、サビだけ聴いちゃうみたいなこともあると思うんだけど、フルでしっかりとね楽しんで聴くとよりその曲もね、そのアーティストさんも魅力的な人ばっかりですから、もうフルフルで楽しみましょう。では本日最後の曲をお届けします。私高橋ひかるの10代を彩ってくれた音楽。この曲はですね、リッチマンプワウーマンが大好きで、私石原さとみさんが大好きで、オーリーシュンさんもこのペアも大好きなんですけど、もうあのリッチマンプワウーマンに憧れすぎて、あのミニマリストになってやろうかって思ったこともあったぐらい、めちゃくちゃリッチマンプワウーマン好きだったんですけど、まあその中で流れてきたこの曲が、もうドラマの曲って私大好きなんですよ。まあサントラとかも映画とかもいろいろあるじゃないですか。この曲聴くとわーってなっちゃうような、そんな一曲です。みんなもまあでなってほしいです。ミワで光へ。
ハイウェイランウェイ、今週はいかがだったでしょうか。メッセージはオーディにある番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。それではここでお別れです。高橋ひかるでした。防災訓練サポーテッドバイトヨタアクア。ジャパン FM ネットワークとトヨタアクアが防災に関するさまざまな情報を発信します。もしもの備えをラジオから。聞く防災訓練、さああなたもご一緒に。週末に見たい話題の新作や過去の名作をたっぷりとご紹介します。メッセージもお待ちしてます。シネマライブは毎週金曜夜7時から開館です。シネマライブ。西口のレコヤことラフレック店主高取慎也がお送りする楽曲紹介番組西口のレコヤから、9月のテーマはドリーミーエレポ、グッドメロディーのエレクトリックポップをご紹介します。放送は毎週土曜日曜夜8時55分から。楽しみに。